ナー風が英語でございます。ラップで人生を変える、ラップ人生塾、人生をラップで変えるっていうね、でもまあ簡単に投稿していきたいと思いますね。昔の話なんですけども、奨励金定職の話で、まあこれちょっとね、昔もちょっとチャンネルの方でもやったしたんですけども、まあ、勘違いですよね。若さゆえの勘違いっていうのもありまして、生姜焼き定食食べたくて、食堂行ったんですよ。まあ、学食かな。大学生になったばっかの学食行って、サンプルケースにね、豚の生姜焼きがあって、あ、美味しそうだな、これにしようと思って、社食じゃない、学食のおっちゃんに頼んだんですよ。すいません、豚の生麦焼き定食くださいってね、っていう反応が来たんで、あ、豚の生麦焼き定食くださいって言ったら、ええとか言ってるんですよ。いやだから豚の生麦焼き定食って言った瞬間に、ひょっとして生姜焼き定食、あ、それだよ、それですよってね、生麦と生姜を読み間違えてまして、18歳で高校を卒業して大学に行ってるのに読めなかったっていうね。生麦って何っていう。生麦焼き定食って何っていうね。そんな昔のことがありました。そうやって失敗を重ねて大人になっていくわけです。はい。ということで、曲の方行きましょう。ちょっと待って、コラ見すぎない YouTube、 そこに学びあんのあるのは白昼夢、くるくるスライド YouTube ショート、見れてりゃできるはず、無数の行動、掲げた目標を達成するだろう、ルーティンは素なの、やることは素なの、無駄に動画眺めても言われないブラボー、無点で浮き雲じゃまるでフルタロン、大事な習慣聞く惜しむなスカボ、喧嘩出し味わおう喜びの空間を、過ぎ去った時間は戻ってこない、希望に届かすために揃ってのベース、己のパワーソースを炎の声とか、快楽に打ち勝て根性でトライ、中身なしであいね YouTube ワーニング、見てたらなっちまう YouTube ダウンに、生涯は一瞬さ今を生きる時は君次第さ No リミット、今日で地球が最後の日と思って過ごしてさ今年よ、生涯は一瞬さ今を生きる時は君次第さ No リミット、ニッパーでいいさ、ニッパーでいいさ、今日の無駄を減らしてみさ、無駄な動画は時間を移すかな、で見にくいその面を移すかな、言ったら、ええとか言ってるんですよ。いやだから豚の生麦焼き定食って言った瞬間に、